はい、純ちゃんのロジンでございます。皆様お久しぶりでございます。私、サカツク、まだまだずっとやっておりました。まあ、コツコツね、やってきて、ついに大型アップデートで、オート機能が搭載されましたね。非常にね、楽になりました。もう朝起きてからすぐオートをして、どんどんスタミナを削っていく。で、スタミナがたまり次第またオート。もうね、育成が本当に簡単になりました。ますますちょっとね、サカツクね、ハマっていくような感じではございます。ですね、なんと本日アップデートがまあ先ほど終わりました。ですね、今回追加されてきた、キャラクターたちを見に行きましょうか。デデンタ、リオネル・メッシ、わぁ、 MVP キャラ搭載ということになっております。まあ、今回ちょっと内容を見ていきますと、8人のキャラクターが2019年度の代表される選手として選ばれて、まあ当たりキャラって言ったらいいのかな、まあこの手の選手が出てくるという形になっております。オーバメヤン、サンチョ、メッシ、デブライネ、ゲンドゥーチ、マルキーニョス、クリバリ、そしてオブラクという形になっております。まあ私ね、やっぱり今日深夜でクラシコありますね。楽しみにしておりますから、ぜひともメッシを狙っていきたいと思います。ですね、しかもまあちょっとお知らせの方から皆さん見ていきますよ。今回このガチャで新たな監督も出てくるんですよ。このレジェンドマッチに搭載された新監督、いや、グアルディオラが再販されてきます。こちらポゼッションの433の形ですね。で、ここのフォーメーションを見ていきますと、必要キャラクターなんと A ラインブレーカー、 B ムービングフォワード。このムービングフォワードっていうのがリオネル・メッシの新、スタイル系統になっております。そして C の司令塔、ディフェンスリーダー、スイーパー、ゴールキーパー、この5人、今回のガチャの中に、まあ、各ポジションのキャラクターが出てくるということで、もしかしたら5人ゲットする人がいたら全部このグアルディオラのあのフォーメーションに合わせた形で選手を育成するということができるということで、まあ何はともあれね、ちょっとメッシが欲しいので、私メッシファンとしては、手に入れたいと思います。ただあのメッシ手に入れて、このメッシどうなっちゃうのかなっていうのもあるんですよね。アニバーサリー1周年記念で手に入れたメッシ、しっかりごとつしました。アイテム使ってね、この子が今後どうしようかなっていう立場になっちゃうんだよね。まあキャラクター的に、まあフィニッシャー系統とまた違う感じだから、もちろんサイドアタックだからポゼッションのフォーメーションでは活躍してくれるであろうと思われます。まあその代わりポゼッション、このグアルディオラのフォーメーションを変えない限りフィニッシャータイプじゃないから使いにくい。で、このメッシを切り崩してフィニッシャータイプになると僕トレゼイぐらいしかいないんですよね、使えるのは。となると引くのを迷ってますよ、ちょっと。ただせっかくなんで、好きなキャラクターが来た時に引いていこうというのが楽しみの一つなんでね、引いてみようと。ちょっと髪型変わってんのかな、これ前回と比べたらね。ヒゲはちょっと濃さは同じかと思うんですけどね、これ見るとね、リオネル・メッシね。はい、じゃあ行ってみましょう。で、今回通算ボーナス300人、つまり3周したら欲しいキャラクター1体どうやら自分で選べるようですという形の、仕様になっております。行きましょう。結構僕 GB 溜まっておるんでね、今回引いてみますか。10回引いてみましょう。いいでしょ、デュッセ。はい、まず1回目 10% アップしてるはず。フェンテ、よいしょ、よいしょよいしょよいしょ。ここでちょっと1もやりぐらいしたいんだけどな、本当は。セナミアングドン、あとお正月まで実は取っといた方がいいっていう確率もあんのかな、どうなのかね。去年とかあんまり覚えてないんだけど。あーなんだよ、星5かと思ったら違うのか、残念。ルシアーノ・ビエット、アルゼンチンですね。はい、
よいしょ。今のでちょっと運使っちゃったか。ルベンフェルナンデス君。うん、違いますね。星4か。クロスアの4って出てましたね。クロスアの4。デュビッシー、フランス。フランスももう僕は終わってるんでいらないね。やべえ。しょっぱなから死んでる説。うわー、ちょっとまずいね、これ。勘弁せ。はい、ポチ。デニス・スアレス。ドン。あ、なにこれ、特別獲得枠っていうのが出たね。なんか。あれ、星3なの。ボンガニ・ズング。特別獲得。え？これもしかして特別枠っていう1ってことが、これで299にあと必要ってこと？あれ1で10減るんだ。あよくわかんねえ仕様だな、これ。ちょっと。あ、まあ。1回で10人か。ってことは特別枠が2人出るってこともあるの？もしかしたら。それだったらね、結構熱いな。また同じだよ、フェンテだよ。だから絶対3周引かなきゃいけないって自分踏んでたんだけど、そうでもないのか。それだと嬉しいな。もうちょっと2回目は期待してもおりません。どうせ出ないでしょ、何にもね。うん、どんどん行こう。えいしょ、最初アタック出た。ガブリエル・パウリスト。うん、いけ。だってもう何にもさ、項目も出ないしね、星4も来ないね。ちょっとこの回今引き時じゃなかったかな、僕。で、特別枠は絶対一番最後かな。リュカ、ディーニ。おっ、おーた、誰だ。グレートセーバー、EX チェーンフィード。メッシではないな、これ。ゴールキーパー、オブラックスイーパー。まあ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 、一人目出たけど、オブラックか。うん、まあ贅沢でしょ、贅沢でしょ。2回目何にも確率入ってないのに出たっていうのはちょっと嬉しいね。やったーん。あ、獲得枠なし。ああ、でも280になってるね。さっきの獲得枠はちょっと何だったのか僕もよく分かってないな。すいませんね。ってことはやっぱりこれ1回引いて10連引いたら10人減るってことですね。なるほどね、そういうことか。一匹狼ってなんかついてるけど、パラシオ。よし、こうチャンスよ。ちょっと確率アップしてるからね、狙っていかないとね。いい時に出てくれると嬉しい。うん、メイってポチトロン。もうこれさ音楽で分かっちゃうの寂しいね。ででんって始まるとさ、あ、もうダメでしょ。これちょっと楽しみないよな。レアンドリーニョドン。でもたまに何にも白紙の状態から星5が出てくる時もあるよね。うん、あれ、なんで確率アップしてる時に限って何にも出ないんだけど。クリスチャン・ラモス、ペル。あー、やべ、すごい。なんで、どういうこと。もうかなり枚数引いてると思うんだけど。あー、なんか音、あー4か。黒沢、黒沢、オーリエ。また来たけど、また星4か。ここだったのか、運使っちゃうのは。あー、ダメか。特別枠っていうのはまた出てきたね。特別選手枠。はい、星3。ホセバ・サルドゥア。おしまいか。特別枠は一番ケツだね、どうやら。出てくるとしたらね。あー、やっべ。全然星5の気配が。20連して1位。まあ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 、全然、そうでもないか。うん。ただ、確率アップしてる時に出てないっていうのはね、あるからね。うん。あ、違うか。もう30連引いてんだよ。もう30連引いてる。爆撃ポジション。ん？おーだ！保証！誰だ！ドン！オーバーメヤンナーと！別キャラだったけど。メスイーではなかったか。確か、ゴッドなんとかだったよね。演出がね。ゴッドさん。だね。爆撃切ってきたから、フォワードはフォワードだろうなとは思ったんだけど、違ったか。残念。いや
まあもうここで1体出たから2体出るってことはもう本当にないと思うから多分出ないね。なんでだろうこれ。4回目って10% アップじゃなくて単なるアイテムなのにね。もうなんでこういう時に出んのかね。ペロリンチョ、うん、セフィロビッチ、星4もない、何にもね、音楽が変わらないね。寂しい感じですね。終わりましたね。やっぱアイテムですよね。で次ステップ5、ここちょっとね狙い目ですよ、うん、ステップ5はよし、いきなり星4回、うん、まあ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 いいでしょう。ルーカス・レイ・ブレッブレッブレッだよいしょ。あ、また星4かよ。いいって、星3続きの星5一発ドカンでいいから。メルカド、おー、いやなんかやだな、2回星4使っちゃったっていうのは運がもったいない気がする。ポーランド、スコルプスキ、持ってないキャラだったような気がするな、うん、うん、いやちょっと頼む、うん、シソッコ、うん、うん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 、厳しい戦いだ。おし、これもう5回だからな、あと5回しか引けないのか。いやーちょっと厳しいね。デュッセ、あがっ、あー、フリーキック20丸のメッシか。でも違うキャラクター、画面色でしたね。はい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 、いやーもう打ち止めじゃない。そろそろまたよくわかんない獲得枠っていうのが出てくるんじゃない。うん、特別獲得じゃない。あ、でも星4で出たね、初めて特別枠ベナリオ。うわー、これで終了か。いやー、アップしてる時に出ねえなー。あと6、7、8、9、10か、あと5回か。よー